逆方向のチーム本塁打数1球団だけおかしい。1位から発表します。日ハム16本、ロッテ11本、ヤクルト10本、ソフトバンク10本、横浜8本、中日6本、楽天5本、オリックス3本、阪神2本、巨人2本、広島1本、西武1本。ハムめっちゃ多いな。1本2本で終わってるチーム大丈夫なんか。エスコンのブルペンのところはラッキーゾーンやしな。レイエス・マルティネスが多そうな気する。昨日のマルティネスもモイネロからうまくライトに打ったし、レイエスって引っ張るかと思いきやカウントによっては器用な流し打ちするからマジでびっくりした。レイエスなんてハム史上最強助っ人やからな。レアード路線って言われてたけどレアード以上の打者だと思う。佐藤のホームランびっくりしたな。まあエスコンだから入ったっていうのもあったけど、これは一流になれるバッティングって思った。逆方向で言うと柳町の田中の直近をレフトスタンドに叩き込んだのすごかった。あんなバッティングできるならもっとホームラン打ててもいいはず。近藤も逆方向多いよね。1本2本で終わってるチームはボールの影響を受けてそうだよね。誰も触れてないけど主砲がいる巨人がこの本数っておかしくないか。岡本ってライトにも打てるはずなのにこれは厳しいって。この間の坂倉のだけやんか。まあ現状逆方向に打てるバッターおらんからな。テルの逆方向はかっこよすぎたから覚えてる。あれは印象に残ったな。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。